皆さんこんにちは。今日はですね、このリングスピナーを紹介したいと思います。これは指輪になってて、なんかもう指の上で回るっていう感じですね。8種類あります。かわいい。こんな感じで重ねて回すこともできます。ということでね、開けていきたいと思います。ではオープン。おー、かーすご。はい、こんな感じで入ってますね。かわいい。これもなんかコウモリのかわいい。お、なんかこれすげえ。はい、この8種類です。かわいいですね。なんかコウモリのやつがなんかかわいい、個人的に。はい、まあということでね、ちょっと遊んでいきましょう。ここでリングにつけます。はい、つけれました。で、ここで指輪にして、またで、どちらもなんか日本のハンドスピナーよりなんか重いですね。重量感がこれでやばい。はい、全部リングにつけました。なんかどれも可愛いですね。なんかで、これを使うと2個とか、まあ3個とか4個とか、多分重ねて回せるんだと思うので、ちょっとやってみます。はい、2段に重なりました。結構重いですね。はい、じゃあやっていきます。はい、できました。8段重ねハンドスピナー日本一。8段重ね完成。ということで回していきたいと思います。なあママわかるでしょ。はい、こんな感じですね。おー、回らはい、これ重たいんで結構喧嘩する時の武器になるかもしれませんね。はい、でこれ日本のハンドスピナーより1個の重さが半端じゃないですね。なんか手が鍛えられそう。はい、でこのハンドスピナー結構バットマンとか、ハンドスピナーじゃないスパイダーマンとか、そういうヒーロー の柄をちょっとやってるのかなと思います。なんか全部可愛い。今日はリングスピナーで遊んでたんですけど、結構ねこのリングスピナー重ねたりとか、もう指につけたりとか、縁に回したりとかね、いろんな遊び方があって面白かったです。はい、で皆さんも見かけたら、よかったら買ってみてください。それではまた見てね。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。